皆さんこんにちは、深田由美です。今日は何の日かっていうと AV の日ですよ。今何時かっていうと、朝の8時でございます。普段ね、皆さん見たことないじゃないですか、私の AV のねところをね、一日ね、ちょっと今日は密着という感じで、皆さん多分どういう世界が広がってるかって多分気になってると思うので、皆さんにお見せできたらいいなって思います。じゃあ行きましょう。はい、今撮影の現場に向かってます。前もちょっとなんか AV の、1日密着を撮ったんですけど、ちょっとそれはまだちょっと表面的な部分しかちょっと見られてなかった、映せてなかったと思うんですよ。なんかちょっと今回はちょっと本当にちょっとギリギリのラインまでちょっと攻めていこうかなって思ってます。 Twitter とかでさ、そのさ、1日なんか現場 AV 現場見たいみたいな感じで言ったら、みんななんかすごい見たいみたいなこと言ってたから、ちょっと撮るけど、行ったんだよね、行ったんだよね、うん、撮るよ撮るよ、はい、ギリギリまで撮ろうと思います。はい、着きました、着きました。ここが今日の現場です。ちょっとあんままだわかんないんですけど、今大体8時40分ぐらいですかね。今回ね、私ちょっと月1でその、ムーディーズっていうね、専属になって月1でね撮影することになったので、皆さんちょっとよかったらね、だら夏頃に多分ね発売されると思うんで、皆さん見てくださいね。お願いします。お願いします。ここがメイク室です。メイク室です。もうメイクは済ましちゃってるんですけど、髪の毛とかセットしたりします。はい、じゃあちょっといつも部屋来たらローブとかにこう着替えたりとかします。あとここになんかいっぱい準備してくれてます。私ラズレッツなんで、ラズレが多分用意してくれてます。なんかね、龍角さんとかね、あとなんかソンバーユとか、なんかあそこのなんか潤いをね、なんかこうよくするなんかソンバー油っていう、なんかそばの、あ、そばじゃない、馬の馬の油なんかいい味って書いてかわいいです。こうやってないですか。お願いします。はい、私は私との記者との間、2018年12月26日アダルトビデオ指定承諾書に基づき本日次期記載の作品以下本作品と言いますような用意しており、本日は失礼します。あ毎回いつも読むんで、もう覚えちゃいました。こうカメラを回しながらこうやって書きます。ちゃんとね、AV っていうのはちゃんとした仕事なんですよ。はい、あ、今はちょっと台本チェックしてますね。自分のセリフとかなんか聞いたりとかしてますね。全然なんか真面目なセリフじゃないからちょっと恥ずかしいんですよね、弾いてて。じゃあ、一緒ね、いっぱいこうさせて、今まで一番いっぱい発射させてあげる。今日の衣装こんな感じです。やばいです、紐ですね。あ、これ気が、え、これどうやって履くのNG なしなんで、ちょっと着替えとこも添えたいと思う。え、でも多分モザイクですよね、きっと。モザイク本当に紐なんですよね。やばくないですか、紐だ、紐紐なんだけどやば、私怖い撮影してたの、やばい。え、ちょっとこれ手伝ってもらっていいですか、これやばいそんな感じでーす。行きます。お願いします。おはよう。お願いします。あ、おはようございます。おはようございます。来てない、来てないけど、で最近です。あ、でもいい、いいよね、いい、いい、
え、めっちゃ良くないですか？ひもびきに忘れちゃうぐらい体とかなんかちょっと仕上げたりとかでやっぱ水分とかちょっと朝ちょっと若干ちょっと抜いたのであのちょっとパッケージがねちょっと若干ちょっとフラフラって感じなんですけどちょっと水分をねちょっとこれからこまめとってでもあんまね飲みすぎちゃうとちょっとお腹出ちゃうのでそれもちょっと気をつけながらちょくちょく水分補給します。じゃあシャワー行きます。ちょっと飴舐めながらちょっと糖質をね取りながらちょっといきます。ここですね。ここも取ります。じゃあちょっとオイリーなんでちょっと体がちょっと洗い流していきます。バイ。じゃあ出ててもらっていいですか？鉄を隠すオーガンジーがさ、当方に絶対できないの。で、じゃあここでね、じゃあ始めますってやる。あれ、もうすいませんけど、始まるんで。了解です、すいません。はい。じゃあ、やろう。なんかすごいなんかあれですね、なんか久々だったんですけどこんな感じなんだなって思い出しましたね。え、ボサボサですよね。さっきあの顔にかけてもらいました。3ヶ月ぶりとかの撮影だったんですよね。
すごいなんか最初もうなんか処女みたいな気持ちだったんですけど、すっごい緊張しちゃったんですけど、でもなんかキスした瞬間にあこれだって思って、私の今のお仕事はウェブ女優なんだってこう切り替わって、そっからもうスイッチが入りましたね。だから良かったです。最初なんかもうすごい緊張してたんですけど、ちょっとなんかだんだんちょっと AV の深な意味に取り戻しつつありますね。っていうかさっき怒られてましたよね私めっちゃびっくりして一応監督さんは一応 OK をもらってるんで、どんどん行っちゃって大丈夫です。全然大丈夫なんで、はい、行っちゃってください第2試合行ってきます。大丈夫です。2回戦変わりました。やばい。いやもう全身にオイルをかけまくって、待ってます。もう今の今2分後したての今たった今したてのね2分前とかにはもう激しいしてました。もうすごすごしくないですか、私の今顔やりきったみたいな顔して取ったみたいなですよね。いや、 なんかやっぱすっきりしますよね、なんかするとね。じゃあ次、じゃあちょっとお風呂入って、じゃあ第3回戦かなとかちょっとやっていきます。今2回戦終わりました。はい、次ちょっとシャワーシーンなんですけど、どうですか、めっちゃちょっと可愛くしてもらったんですよ。これいつものちょっと深田意味じゃないですよね、この髪の毛ちょっとピンもつけてもらって、で今回のちょっと衣装はバスローブです。はい、衣装ですね、衣装ですよどうですか、おしゃれじゃないですか。ちょっとおしゃれに決めてみたんですけど、ちょっとおしゃれに巻いてみたんですけど、どうですかはい、こんな感じで、はい、シャワーシーンに行こうということで、はい、やっちゃおうよやっちゃおうよ、はい、スマホ携帯用カメラ、カメラ携帯カメラ、オナニーで今バイブ選んでます。どっちがいいかっていうの、なんか人によってなんかねあるらしいですよね、タイプが。これ映せないんじゃないこれどうしようかな、こっちでなんか見た目可愛いんで、こっちでお願いします。じゃあ今日はこれにします。
お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今、最後の、絡みが終わりました。はい、いっぱいね胸に出してもらいました終わりました。ちょっとこれからシャワー浴びて帰ろうと思います。はい、もうちょっと夜ね22時なんでちょっとねパパッと着替えて帰ります。今日の感想はまあちょっとあれですね、なんか今までちょっとねあの YouTube の方ちょっと就寝してたんで YouTube のちょっと深読みになってたんですけど、ちょっと今日はねちょっともう YouTube じゃないね別の顔がね見れたと思うし、私もちょっとね忘れかけてたね知女の深読みをねちょっとここでね思い出させることができたので、はい、よかったと思いますこんな感じでちょっともう帰ります。遅いね、お疲れ様です。じゃあお疲れ様です。ちょっといかがだったでしょうかね。まあ、今からちょっと帰るんですけど、ちょっとこれせっかくさ、ここまでさちょっとさみんなさちょっと見たんだからさ、ちょっと YouTube のちょっとチャンネル登録は絶対してね。ね、ここまで見たんだ、私の裸を全部晒したんだよ。晒したのにこれさ登録しないってやばくない？ちょっとこれは絶対にチャンネル登録してください、お願いします。そのみんなの視聴者のために答えて撮ってるし、あとスタッフ怒られてるからね、スタッフ怒られてるのにそれでもうみんなチャンネル登録しなかったらもうこれはもうダメですよ本当に。絶対ね、絶対お姉さんの約束ね。じゃあ私ちょっともう帰るんで、チャンネル登録よろしくね。じゃあ帰ります。